おはメロお姫のだよ。今日はママとお出かけに行くんだけど、ママが全然起きてくれないの。ママひめちゃんおはよう。おはようママ。あれひめちゃんもう準備できてんじゃん。うん。姫ちゃんだったらママにメイクできるはず、うん、姫だったらできるはず。ちょっとママブログ書かなきゃいけないから、姫ちゃんその間ママにお化粧してくれない？うん、分かった。姫ちゃんに今日は化粧してもらうよ。レッツメイクタイム。姫ちゃん、うん、任せた。これは全体に塗るのかな。はい、はい、つぶつぶってね。はい。姫もなんか心配だな。大丈夫。姫ならできる。じゃあ次はこれ。じゃあちょっとティッシュ。誰かティッシュちょうだい。誰か二人しかおらへん。じゃあ次はファンデーションかな。はい。ここかな。こんな感じかな。うん。入った。順調な気がする。こんな感じ。はい、さすが姫ちゃん。次に、うん、これかな。ポップ見て、あれどうやって出すの、ここ姫、一つ言っていい？それコンシーラーだから多分ママここに塗ると思うな。ああ、そうそうそう。下の部分だよね、ピンクは確か。上手？眉毛でやろうじゃん。あ、上手じゃん。あ、上手だよ、姫。上手。あ、濃すぎた。あれだね。大事なやつ。うん、ちょっと見たかと言って。うん、オッケー、大丈夫。ママ何でも受け入れるから。こんな感じかな。おはめ、うまいじゃん。うまいよ。こんな感じ。臭くないわ。うん、まい。はい、できた。完成。かわいいよ。お供養が大きくなった。あ、なんか今日あれだね。なんかあの目頭が濃い感じだね。うん、じゃあお出かけ急いで行こう。行こう。行こう行こう行こう。今日は姫ちゃんに髪の毛とメイクをしてもらいました。イエーイ。よかったらチャンネル登録と高評価やろうよ。バイバイ。